今シティに入ってった人、頭が輝いてたみたいだぞ。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。うえ、なんでわかるんだ。アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じ、なんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう、葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて、神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかして、クラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわあ！一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。創神様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。まずオイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は創神様に謁見する方法を考える。あれ、これ以上情報を得られないぞ。アーカー社はこの問題に答えられないみたいだ。無理やりこの問題について考えると、何かを思い出せそうな、思い出せないような、微妙な感覚だな。はあ、頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ？
そうだ。どうやらスメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。たちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして。お前も同じ感じか。安心したし、いろいろ試したけど、クラクサナリデミに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教練員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。こんにちは、ロハウェイってお前のことか？そうですが、何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あの、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？送信様に？あ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない、アーカー社はこの問題については答えてくれない。え、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には送信様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、送信様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教練員で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練員で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさ
かとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だから早くあいつに聞きに行こうぜ。星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか？キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか？はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません、アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人とも、そう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団？変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんはうちと朝からの関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。それらしく仕入れた人のデザインが。キラキラと光る宝飾品を見たわ。それ、
ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、単刀直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え、なんでそういうことになるんだ。教霊院を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとうな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。はあ、みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード。実は私クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、ウリンを歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに
宗神様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだ。で絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに、男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして、一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか。あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在する、と。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか。もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ、どうしたんだ。人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか。ダメだぞ、せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか。探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか。そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか。見たぞ、そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。ね、びっくりした。安心しろ、お前を追ってたやつらはオイラたちが巻いておいたぞ。え、そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。あ、やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか。だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。
見つけられないでしょう。待って、やめて。ティシュ、お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍、3倍。少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ティシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。ティシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ティシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。
今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ、大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったら唐草なりデビの話をもっと聞きたいしな。よう、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風舞家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。へへ、ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。あいよ。ん？こちらの方はひょっとして風舞家のお嬢さん？いやー、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。しばらく、高級料理も食べたいけど、オイラたちの財布も豊かじゃないし、やっぱり普通のものにしておこうぜ。だったらデーツナンはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。オイラはやだぞ。なんだよ、オイラにだって個人的な趣味嗜好があるんだぞ。ドニアザード、スメールシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんな唐草なりデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になってほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、
あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。じゃあ私の病気を治してくれる？ごめんなさい、それは今の力じゃまだできないわ。それじゃあ友達になってくれる？その後、いいわ、私はあなたのお友達よ、という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる、あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。ええ、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハール・カデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時はみんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練員の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。
待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。あなたの推論は本末転倒かと。状況にもなったけど、今はもう平気よ。リシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。ところでそっちのお二人は？こちらは旅人にパイモン、知り合ったばかりの友達なの。彼らはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリデビ様について聞きたいんだって。つまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？それは素敵だね。この度私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなく。そうだ、ドニアザード、私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで、私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら？でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから、ほら案内するから見に行こう。うわあ、立派な舞台だな。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令院には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れてシアターの演出は
みんな中止になったの。ふん、シアターからの依頼だからじゃねえか。教練員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探祭も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木のうろを修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣探実には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。うん、あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探祭のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探祭で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼らにこのお祭りの由来は話した？マハール・カデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によるとこの日を家臣誕日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカ・デバータ様のお誕生日を祝うためご友人が宴を開いたの。宴の途中何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハールッカ・デバータ様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは「ああ時間がこのまま止まればいいのに」と感心した。え、そう？あ、この物語に出てくる神様たちがみんな亡くなってしまったからかな。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私のこの服も家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像するとなんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣探祭に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。祭りが好きで何が悪いんだよ。それに
これはお誕生日会だろ。誕生日を祝う人が多ければクラクサナリデビもきっと喜ぶぞ。それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣探査のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教令員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣探術のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。ほっほっほ、家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はモハールッカ・デバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。モハールッカ・デバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。
敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。えへへへ、花神探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここミーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ。いいな。もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。おい、見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか。ふんふふん。そういえばキャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリーン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。うわぁ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのはまるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン、お前はなんでここに来たんだ？好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。お、今日のキャサリン確かにいつもと違うみたいだな。旅人パイモン。どうしたんだ、ディシア。お嬢様はあんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実はお嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ。でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くからついてきてくれ。お嬢様は少し疲れてニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー町の前で会おう。うん、また後でな。レグザー町でディシアを待とうぜ。
遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。リシア、お前、初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。私はボディーガードだぜ。それに、お嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな。この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは、中にいる人次第だけどな。おじい。これはこれは、ディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコ社の兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは教霊院に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人ではみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそう言うのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな、おじい。一体どんなことなんだ？実は以前、教霊院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。はあ、それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は教霊院の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日教霊院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、道半ばで品が奪われたんだ。情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな礁港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教霊院もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。教霊院の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、
最近ものすごい速さででかくなってるから、おじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってでも自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、リシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス港に行ってみようぜ。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。ああ、過信短日にまた会おう。皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな、毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに、君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と
関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教練員の研究施設はないらしいぜ。教練員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか。だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。次は何に会えるだろうか。先方は私が。いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教練員に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教練員より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教練員の学生がいるでしょ。あの人たち、数日前にここに来てからずっと冴えない顔しているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフ…なんとか言ったっけ。アフ丸の目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか。オルモス校にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。
今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、知識って買えるものなのか？どうするんだ？でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか？わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。いるかどうか確認しようぜ。いらっしゃいませ。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろんやつらを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。おかしいな、なんでここにカイラギが現れるんだ。え、何者だ、なんか用か。旅人。おい待ってよ、そんなこと言っちゃった。あの学生たちも言ってたじゃないか。エルマイト旅団の人たちは正体不明の人を警戒してるって。学生？教練員の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろな。どういうつもりだ。わ、悪い。こいつは間違って出しただけなんだ。おい、危ない真似するなよ。モラは惜しいけど、今
渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だよ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。行かん。そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちは、その考古学を研究してる学生だからな。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それってそう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。はっ、本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも、自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令員の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために、あちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイワットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。
なんだと。よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時、バロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだ。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ、早く追いかけよう。言ってくれ。お代は払わなくていいから、今日のことはなかったことにしてくれ。どうかしたか。いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待てよ、お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生。あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああ、そうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあのアフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう、わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか。そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいて
なんだけど、それ以前に物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと、君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのはなんだ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカーシャみたいなものだ。これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカーシャとは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、スメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年教練員から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモスコーでは、真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教練員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思うが。まだ諦めないんだな。いいだろう、人が少ない場所で話そう。さあ、さっきの話の続きをしよう。教練員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教練員の人を警戒している。貨物のほとんどが教練員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。うん、分かったよ。
たち、どうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話し合おう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってる奴は旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？ちょっと待ってよ。お前間違ったよな。紙にはそんなこと書いてなかったぞ。
お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ、お二方こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは陶霊花の方だぞ。おっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。びっくりしたぞ、抜き打ちまであるのかよ。お二人とも、倉庫はこの先ですぜ。ついてきてください。しまったんでしょう。お前が好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが。やっぱりお前を何としてでも解き伏せて、タンジェさんからのアドバイスを待てばよかったぜ。でも昨日はこの試作アランナラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだってあなたも思ってたでしょ。だから実際に子供たちが受け入れてくれるかどうかを試してみたのに。だってこんなに子供たちに好かれないとは思わねえじゃねえか。どうしましょう。うわあ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。
こんにちは。オイラはパイモン。こいつは通りかかった旅人だ。お前たち何か悩んでることでもあるのか？あ、いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。アジャンタ彫刻店へいらっしゃいませ。本店はオルモス港で随一のおもちゃショップです。少なくとも今のところは。私たちが悩んでいるのはこの試作アランナラのことなんです。あの、お二人の貴重なコメントを伺ってもよろしいでしょうか？試作アランナラってこの木彫りのことか？見た目はキノコが魔物になったみたいな感じだけど。あ、やっぱりそういうご感想ですか。困りましたね。やはりプラスの評価をもらうのは難しいか。で、この試作アランナラって一体何なんだ？実はアランナラというのはスメールの童話に登場する森に住む精霊のことなんだ。もともと本店は創業20周年を機に子供たちが大好きなアランナラ童話をテーマにしたアランナラおもちゃシリーズを発売する予定だったんだ。今見てもらってるこの木彫りは子供たちの反応を確かめるために俺たちが作ってみたプロトタイプだ。ただプロトタイプを展示した後、その反響は想定してたものとはちょっとな、違ってたんだ。子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか？いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手でうまく説明できないんだ。共通の話題もなけりゃ話も通じないしな。だからお前たちが聞いてきてくれないか？認めないかんな。タンジェのおじさんが書いた闇キノコンとアランナラの本を読んだことあるんだ。アランナラはみんなふっくらしててプルプルしてる感じだって本に書いてあったぞ。この木彫りは全然違うじゃんか。そうだよな、おもちゃは丸々してた方が可愛いよな。タンジェのおじさんはアランナラの誓いって本で言ってたわ。目は惑わされても心は惑わされないって。この木彫りを見てるとなんだか心が落ち着かないの。作者は心を込めてないような気がする。私の心はこれをアランナラだって認めないもの。心がこもってない、みんな結構使う言葉だけどあんまり具体的じゃないよな。キャストもアリアもこの木彫りを嫌ってるけど、僕は別に大丈夫だと思うよ。確かにあんまり嬉しくなさそうな顔をしてる。でもこれはこれでちょっとかわいそうな感じで愛しく思えない？お、プラス評価だ。うん、もしこれがアランナラじゃなかったらきっとパパに買ってもらったな。うん、いきなりマイナス評価に変わっちゃったぞ。子供たちの意見を聞いてきたぞ。いかがでしたか？長く見ているうちにこの木彫りを好きになってくれましたか？悲しい。タンジェさんはまだガンダルバー村から帰ってこないんでしょう？さっき子供たちからよくタンジェのおじさんって名前を聞いたんだけど、一体誰のことだ？ああ、タンジェさんはオルモス港で少々名の知れた童話作家なんですよ。彼は数十冊の童話を書いているんですが、どれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。試作アランナラのように。ところがです、 1,2 年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し、作った物語に多くの子供たちが集まってくるようになったのです。ああ、うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも、子供たちの間でアランナラが流行っていると分かったからだ。
本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが、そのことを承諾してくれてすぐ息子を連れてガンダルバー村の近くに取材に行ってしまってな、そのまま帰ってこないと来た。予定していた発売日がどんどん迫っているから仕方なく想像に任せてこの木彫りを掘り上げたんだ。結果はご存知の通りさ。なんとかしないと。ところで、あなたはいろいろなところを旅してるんですよね。ガンダルバー村に行ってタンジェさんを探していただけないでしょうか。タンジェさんがお忙しいようでしたら、直接連れてきてくださらなくてもアドバイスを書いたメモを持って帰っていただければいいんです。どうか子供たちの笑顔のために助けていただけませんか。もちろんこちらもしっかり報酬を用意しますので。本当に急いでるみたいだし、子供たちの笑顔と報酬のためにも助けてあげようぜ。ああ、そうだ。タンジェさんはどこへ行くときも息子さんを連れて行くんだ。二人の仲はとても良くてな。だからあの人はこんなに素晴らしい童話をかけたのかもしれねえな。とにかく頼むよ、絶対にタンジェさんを見つけてくれ。うちのアジャンタ彫刻店はこれまで新しいおもちゃを発売するたび、全オルモス校の子供たちを釘付けにしてきたんです。今回のアランナラ木彫りだってきっと歓迎されると思ってたのに、まさかこんなことに。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。待てよ、そうじゃないだろ。ネズミに取られたっていうのは貨物が売れたってことだぞ。お二方すまねえが、今の状況だとこの商売を引き受けるわけにはいかねえです。もう少しお考えになってはどうですかい。こいつオイラたちのことを警戒してるみたいだぞ。アルハイゼンからもらったメモをもうちょっと研究しよう。お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。知識が豊富の答えが熱中。お二方、こいつオイラたちのことを警戒してるみたいだぞ。アルハイゼンからもらったメモをもうちょっと研究しよう。お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今
そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く逃げよう。オイラたちはここに慣れてないから、情報屋の後を行こうぜ。早く。そっちに行ったぞ。ボラントナから隠れるならこっちですな。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろから。こっちこっち。さあもう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか。本当に逃げなくて大丈夫なのか。ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れ。